埼玉西武ライオンズのゲームを解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはジャイアンツの先発西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思います。初球打ち、バッターは2番に入っている糸井。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。いいところへ決めてきます。ストライクです。さあ2球目は何か、引っ張った、クリーンナップが登場します。バッター柳田、ツーアウトランナーありません。この回の千賀3球でアウト、効率のいいピッチングです。そうですね、まあ、打ちました。さあこれからライオンズが守備につきます。そしてマウンドに上がるのは先発の坂本が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。際どいコースによってストライク、154キロがいきなり出ました。打った、伸びていく、どうだ、入れば先制。いや、インサイ。バッターボックスには指名打者のクロマティ。ジャイアンツ見事先制点を挙げています。西さん、先ほどは鮮やかな先制点。初球ストライク、スピードボールを持っています。低めボール。さてバッターの王、どういうバッターなんでしょうか。いや、いいバッターですよ。難しいボールでも長打にできる楽しいバッターですね。そうですか。打ちました。打席には4番バッター原。ツーアウトランナーありません。これが初球、初球わずかに外れてボール。スピードボールを持っています。胸元で決めてきました。ストライクです。150キロ、インコース決まった。ワンボールツーストライクです。次が4球目、ファウルになります。ボールになります。さあ6球目は何か、インサイド落ちました。打席には5番バッター丸。ジャイアンツこの回先制となるホームランが出ています。初球空振りです。次が2球目、少し変化しました。ストライクです。あっという間に2ストライクです。インサイド落ちました。試合は最終回まで来ました。追いかけるライオンズの攻撃、打順は4番小久保。ジャイアンツ1点リードで迎える。打ちました。打順は5番山川。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。大きな変化球持ってきました。ストレート外れました。3球目は何か、変化球が低めに外れます。4球目は何で来るか、打ちました。いい打球だ。レフトに大きな打球。バッターは DH 宮崎。2アウトになっています。さあ初球は何か、ライト方向を流しました。これで3アウト、試合終了になりました。なんとなんと見事な完全試合を成し遂げました。ジャイアンツが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。終わってみれば先発ピッチャーが完全試合という結果になりました。里崎さん、完全試合という快挙を達成しました。まさにパーフェクトでした。本当に素晴らしいピッチングでしたね。いやー、本当に素晴らしい内容でした。もう見事としか言いようがないですね。本当に完璧なピッチングでした。勝ったジャイアンツ、接戦をものにしました。